今回はパテックフィリップからゴールデンエリプスをご紹介いたします。1968年に登場したパテックフィリップのゴールデンエリプスは、従来の時計の形とは一線を画す大胆なものでした。この革新的な時計は流行に流されることなく、内なる調和を感じさせ、非常に目を楽しませてくれます。このデザインは古代ギリシャの数学者が発見した黄金比の原理から着想を得ており、1.6181 分の1の比率で表されるこの神々しい比率は、歴史上の偉大な芸術作品や建築物の基礎を成しているのです。本日ご紹介するゴールデンエリプスは、ケースデザインをスクエアに変更し、通常の卵型エリプスよりはるかに大胆な視覚的存在感を与えてくれる時計になります。ゴールドの文字盤にバーインデックスが配されており、12時位置下にパテックフィリップジュネーブの表記があります。針はペンシル針で、ケース素材は K18 イエローゴールドです。ケース径は縦 32.7mm、横 34.9mm、厚みは 6.6mm です。 18K ゴールド一体型のチェーンリングブレスレットは、軽量で手首との一体感が楽しめる1本となっております。1970年代のパテックフィリップからの至高の1本をぜひ店舗でご覧ください。